宿毛市,市では地震で出たごみやがれきについて2か所のごみ処分場で被災証明書を提示することで無料で受け入れを行っていてこのうち宿毛市環境管理センターでは屋根瓦などを持ち込む人たちの姿がありましたセンターによりますとこれまでに15件およそ5.5トンの持ち込みがあったということです また、午後、市大深浦の住民によりますと土砂が崩れ落ちた場所は物置で再び発生した際に窓が割れないようガラスを取り外しブルーシートを張っていて今後、自分たちで土砂の撤去を行うということです。 宿雲市が今朝開いた第九回の災害対策本部会議では、19日、先週金曜日の夜から今朝までの間に、水の濁りや住宅の亀裂など、新たに12件の被害の情報があったということです。ああびっくりしたよ、ね、これでまたこれ落ちてきた、どうする、怒りかねんけんね、大恐ろしい。 また宿毛市では18日からきのうまでに被災証明書を175件、り災証明書を10件発行しブルーシートは192枚、土の袋は657枚配布したということです。